ハローサイドの鉄です。今日はなんとですね、あの、え、企画してんの？あれでしょ、あの、なんだっけ、あの大食い企画。全然違うわ。今日だって俺まだ行ってないもん。そうだよ、そもそも。そうだよ、何ここ、何ここ、どこ。でちょっとさ、今日歌ってほしいなと思って。歌ってほしい。そう、だからスタジオにちょっと来てもらったんですけど、ちょっと三つ目も入って。え、俺も。そう。え、まず、じゃあいいから三つ目も入って。どこで三つ目も入って。俺も何知ってんだっけ。どうだ、三つ子もいる。俺もマジで、俺普通になんか撮影するからって言われて今日来たわけ。歌うんだったら三つ子もいた方がいい。あ、そういうこと。そうそうそう、だから、あ、そう、確かに確かに。歌企画。歌企画。お、久々だ。おー、俺ら、俺らね、あれ学生時代ポカポカレモンって言って路上ライブやつから、エアギターってな。エアギターだ。じゃあポカポカレモン復活ってことで、今日はねちょっと歌ってほしいなと思って。あ、どうせ歌うんだったら二人で歌った方がいいじゃん。で、どこで歌うの。スタジオ、スタジオ。だからここ、ここに、そう、ここにスタジオ入ってるから。そうなの。そう、でも予約もしてあるから。あれ全部いいじゃん。そう、珍しくない。珍しい。今回はちょっと、今回に限って珍しい。うん、だからあとは歌ってもらって。じゃあ普通にスタジオ入って、その音源とかどうする。音源はだから、なんかこれ、なんか適当に自分たちが歌いたい曲歌ってていいんじゃない。あ、そう、そんな感じだろ。だから、とりあえず歌ってみた系でいいってこと。そうそうそう、そんな感じで。ちょっと今日はね、撮っていきたいなと思って。じゃあ、その歌企画 S っていうのに行った方がいいのかな。オープニング撮り直す。いや、いいんじゃない、これで。これのままでいい。うん。なんか適当だな。適当だな。いやいやいや、歌が一番メインですから。あ、わかりました、わかりました。じゃあ、スタジオ行きます。はい、行きましょう。ありがとうございます。いや、すごい。ちゃんとしたスタジオ撮って。A かな、そこの。 A スタジオ、そこの多分手前。おい、すごいじゃん。え、人入ってるぞ。あれじゃない、人入ったの、間違えたのって。いや、これさ、多分長引いてるだけじゃない。どういうこと。一回もう一回入ってみ。これさ、いや、人入ってるって。あれじゃない。いや、でも時間だって。ドッキリだろ。いや、ドッキリじゃない。どんなドッキリ。人が入ってます、ドッキリ。人入ってそんなこと。めっちゃ失礼じゃん。そんなことしない。え、多分あれ時間長引いてるだけだよ、多分。マジ。うん、だから多分むしろ行ってあげた方がいい、多分。どういうこと、長引いてたら入っていい。あ、いいってこと。そうそう、大丈夫。だってもう時間になってるもん。マジ、うん、いい、うん、絶対間違いだろ。いや、ほんとほんと。いや、絶対ドッキリだよ、なんか。でも絶対 A だよ、間違いない。マジ、うん。普通に入ればいいのか。うん。そう、実はね、いや、二人がさ、よく話してたじゃん。え、ちょ、全然、やばい。え、そう、ちょっと、どうだ、サムライズちょっとなんか距離があるから、もう少しよ、すいません。いや、嬉しい。どういうことさ。いや、二人がずっと前からさ、話してたじゃん、会いたい会いたいっつって。だからちょっと連絡取ってみたら、あ、ぜひどうぞってことだったから、今日はサプライズです。どういうこと。やばやばいね。いや、だからインスタグラムかなんかで DM をあのイムさんが送ってきてくれて、普段だからあんまり DM とか見ないんですけど、ここ見たら外人のアイコンでなんかもう絶対詐欺やと思って、コラボしてくださいって、いや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 と思って。でもなんか話を伺うと、なんかこう YouTube あるから見てくださいって言って YouTube 見させてもらったら、実際にそこにイムさんとか見て、でなんか僕たちのことをこう昔からライブとか来てくれてた、はい、なんなら、はい、実家で歌ったことあるんや。はい、あ、らしいね。実家っていうか、実家でやってるお店。あ、焼肉屋さん。何もない。いや、まさかあのいると思わないんで。そういうこと、そういうことよくあるんで。すいません、すいません、本当に。まさかあのこんな、これほんと僕らの2人今日だ歌ってって言われて、普通にスタジオで、うん、多分ラフな感じで入ってきたら、僕らが中学校時代から大好きなの。いや、めちゃくちゃ。いやいや、確かにラフやもんね。確かにラフ。おい、ちょっと緊張してんじゃん。めっちゃ緊張してんじゃん。めっちゃお前プーしちゃう顔。めっちゃ緊張するよ。何喋っていいか分かんないよね。いや、でもせっかくなんで、はい、ちょっとなんか座りながらちょっとゆっくり思い出話とか、はい、あ、いいですか。あ、したいです。え、はい。いや、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。すいません、ありがとうございます。緊張してんな。改めまして、はい、僕らがもう中学校時代から大好きな
歌丸さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介しといた方がいいね。あの大岩達也チャンネルをご覧の皆様、歌丸の加藤カステル、そしてはい、ボーカルの小森勉です。よろしくお願いいたします。やばいね、やばい、マジやばい。ちょっと前まで、このイムのことめちゃくちゃ嫌いだったの。なんでこれはここでぶっちゃけるけど、なんでいや、急な感じ。今日でちょっと好きになっちゃった。好感度上がった。好感度上がった。めちゃくちゃ好きだから。いや、よかった。大好き。そう、いや、本当によかったです。こうやって音楽やってきて、一番嬉しいのって、すごく昔、すごく好きで、あの時思い出の曲でしたとかっていうトークが聞けるのが、もう本当にやっぱ何よりも嬉しいじゃない。うん、なんかその時のね、なんか一緒に青春時代を過ごせたみたいな。だから今日その辺の話、ちょっとなんかいい話、2、3回ね、泣き話とか。たくさんありますから。たくさんあります。知ったきっかけ。あ、それ知りたい、それ知りたい。そうだね、はいはい。あれだよね、あの、アスタ神宮のお祭りがあって、はい、その時にね、多分路上ライブやってたと思うんですよ。いや、路上ライブじゃなくて、路上ライブじゃない、イベントだったんですか。ステージでね、ステージで多分。あ、そうそう、イベント。俺らデビュー前ね、あれ。デビュー前。そう、19歳か、20歳ぐらい。そう、学校通ってたもん、専門学校。そうやね。僕ら多分その時自転車で祭り、そしたらたまたま歌ってて、見てて、なんかパブル、なんかチラシかなんかを配ってて、はい、それをもらって、で見て、あ、めちゃくちゃいいってなって、で、ホームページ調べて、よく栄のあの、大橋21とか、はい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 、金山朝日、金山見に行ったりとか。うわー、嬉しい、もう本当嬉しいね。で、あの、解散ライブって一回なったじゃないですか。あ、そうね、うん、活動休止みたいな感じの、うん、それも、まあ、一緒に見に行って、うわで、うわー、終わっちゃうのみたいな感じになったんですけど、また復活ライブを、うん、あれ、確かダイヤモンそれはダイヤモンドかな。うん、そこも見に行ったんですよ。うわあ、嬉しい。結構、ありがとうございます。じゃあ来てくれてる。いや、だからめちゃくちゃ来てくれてます。何回握手したか覚えてないぐらい。握手会ももう行ったし。いや、でも僕うっすら覚えてんのよ。なんか本当に男前なね、あの男の子、若い男の子たちって珍しいじゃん。でも本当に握手したのとかすごく覚えてるし、アスナルからもめちゃくちゃ行きましたし、懐かしいな。ありがとうございます。僕さ、メジャーデビューシングル使わせてデファンシュータの販売イベントから、メジャーデビューイベント、はい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 、栄のパルコか、パッセかな、パッセのタワーレコードとかじゃなかったっけ。そこも行きました。うわすげえ。で、復活を知ったのがですね、たまツイキャスやられてるじゃないですか。はいはいはい。それを見て、多分加藤さんのお家か、はい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 、そこでえってなって、で、連絡して、めちゃくちゃ興奮してた。で、連絡して、で、一緒に見て、よかった、やって、本当に嬉しいが、この形でね、っていう話をしたんですよ。そうそうそう、リムに。あ、で、あれなんですよ。なるほど。多分、あの、名前あるじゃないですか。うん、みつぐって言ったら、あ、なんか僕コメントしたんですよ。コメントしたんですよ。そしたら、みつぐちゃんって言ったんですよ。いや、たつぐちゃん、ありがとうっていうのを、もう、そのだけスクショして送ってきて、うわー、すごい、マジで嬉しい。そのぐらい大好きなんですよ。いや、ありがとうございます。いや、もう、よかったね、ほんまに。いや、でもね、本当になんか、このね、やっぱ年、まあ、お互いにね、多分一緒に成長してきて、もう、あれでしたっけ、30手前。今年30になります。で、僕たちももう30、もうアラフォーなわけじゃないですか。30な、な、今年6、はい、なんで、いや、それぐらいになってきて、本当に改めて思うのは、やっぱなんかこう、人って繋がるのよね、なんか行動とかって。いや、なんか今年とか、今年なんか去年か、うん、2020年に、コロナになって、世の中がね、自粛ムードの中で、でそれで、まあ、僕もこう二足のわらじを履いてて、普通の仕事もしてたんですけど、そっちの仕事がこう休業になって、でも家で暇やからギターやってたりとか、そしたら小堀君から連絡もらって、いや一緒にやらんかって、まあ、今しかできやんのじゃないみたいな話で、じゃあやってみようかって歩き出したら、うん、そこからまたそれを拾ってくれて、そうですね、で過去とつながってっていう、これもう皆さん繋がるんですよ。いいです、ね、あ、すごい。本当に。いつかこの企画やりたいなと思ってたんです。すごい。いやー、すごいね。マジすごいな。いやー、でもとりあえず今ホッとしてるのは詐欺じゃなくてよかった。マジで、そうそうそう。見た目はあれですよね。いや、マジで怪しかったから。怪しいっすよ。本当に。
しかもなんか最初に見たのがなんかあのそれから動画見させてもらって、はい、あの YouTube チェックさせてもらったらなんか外国人が絡んできたみたいな企画のやつ、やっぱり怪しい人かもなっていうそういう印象があって、でもなんかすごい優しそうな、せっかくね、本当にこうやって出会えたしスタジオにも来てもらって、うん、ちょっと僕たちちょうどちょっと 今からライブで練習をこうしてたので、もう歌える準備とかも抜群に整ってるんですよね。でもせっかくなんで、まあ聴いてもらうのもいいけどね、大岩達也チャンネルだから、うん、もう歌を歌ってもらう、ぜひ一緒に僕たちの歌を。マジっすか？マジ？ちゃんと覚えてるかなっていうチェックも兼ねて。そうそうそう。いやいやいや、確かにそれはある。いやいやいや、もうね。いいんですか？ちなみに、何を？さっきじゃチラッとね、うん、話にも上がってたから、はい、そのデビュー曲、メジャーデビュー曲、いつか笑って歌える悲しい歌、一緒に一緒にじゃあお願いします。いつか笑って歌える悲しい歌を、すごい、はい、よろしくお願いします。お願いします。溶けてしまいそうな真っ白な君を包んだ優しい光も降り止まる雨のような透明な君を濡らした涙も今は見えない、見えない、見えない、君に触れたい、触れたい。Thank you.
かった。やばすぎる、やばいね。マジやばいね。この夢のような夢が叶った。めちゃくちゃ歌えてびっくり。ほんまね、なんかちょっと途中グループなんかなと思ったぜひお願いします。めちゃめちゃハモったもん。僕まあ、音楽を、まあ、僕も目指して東京出たんですよ。で、音楽やろうと思ったきっかけがその熱田祭りのライブ田村さん見て、あ、歌手になりたい僕もって思ったんですよ。僕をこう影響を与えてくれた。そうだね、本当に、ね、これ本当なんですよ。いや本当にありがとうございます。一緒にやろうってね。そう、路上ライブも真似して、はい、金山駅で終わった後にグラウンドの方でやってました、ね、見た後に影響されて。ギターも弾けないのに持ってやってきたり、新しいね、新しい。いや本当に、はい、じゃあ実はちょっと、はい、イムさんと連絡取ってた時に、はい、大岩くんが僕たちのある曲がもう本当に非常に好きだと、はい、当時の恋愛のことをちょっと思い出して、もう涙なしには聞けない、それぐらい好きな曲があるみたいなことをイムさんね、言ってましたよね。はい、そう、サプライズで、うん、その曲を最後に、マジっすか、お岩くんに向かってちょっと歌ってみたいな。はい、やばいわこれ。これは多分泣いちゃうっすねこれ。だからサウンドホールはもうこっちに向けて、マジっすか、すんで、はい、やばいね、めちゃくちゃいいじゃん。はい、じゃあ早速、はい、歌ってみたいと思います。はい、僕たち歌物の曲で切ないという曲を聴いてください。うお、ぐらいの声で、すげえ、いやーもうなんか当時のことをそういろいろ思い出す、めちゃくちゃ思い出しました。マジでやべ、ありがとうございました。マジすごいっす。こんなことあるんだね。いや本当に幸せだし、本当格闘技こうやってやってよかったなって、
思える瞬間だし、それこそ YouTube もね、確かに本当にこれあるからとか、こういうことがなったんだなとか、いろいろ思いながら聞いて、まあでも本当なんかすごく僕らも逆にね、本当あのシンプルに戦ってる、殴り合ったり蹴り合ったりっていう、本当シンプルだけど戦ってる男の姿っていうのを見て本当感動させてもらったし、すごく刺激もらったんで、ちょっとね、ぜひ今年もチャンピオンになっていただきたいなっていうふうに。歌丸さんも YouTube をやってたんですね。そうなんですよ、去年と、ね、そう去年から YouTube チャンネル作りまして、でちょっとね、まだ本当に僕たちあんまりこう動画上げてないんですけど、今年の本当にちょうどこの動画が上がってる頃ぐらいから一生懸命ちょっとあの YouTube の方も取り組んでいこうかなと思ってるので、はい、ぜひよかったら一緒に出ていただいて、はい、ぜひマロチャンネル、うん、早速コラボみたいな、はい、いいんですか、全然ぜひいいんですか、はい、今から、はい、ぜひぜひ、どうですか、いいですか、逆に、なんかいきなりで、はい、嬉しいね、めちゃくちゃ、いやもうそこに出れるっていう、もう出れるじゃん嬉しい、ありがとうございます、はい、じゃあ早速絡んでいただいて、はい、この続きはそうですね、はい、歌丸さんのチャンネル、はい、概要欄に貼っていくので、ぜひありがとうございます、チェックしてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。